こんにちは、果実シュラーのまさきです。今日の動画は試飲会。こちらは以前つけた水レモン酒ですが、つけてから3ヶ月の時が流れましたので、今日は第2回目の試飲を行っていきたいと思います。はい、こちらが近くからの映像です。相変わらずのオレンジジュース色。では、ついでいきます。以前と比べて種は沈みましたが、今も避けて継ぐのは難しい。種ごとついで、後で瓶に戻します。継げました。では、飲んでいきます。ボンタン飴、そしてヨーグルト。結論が出ました。こちらの3ヶ月目の水レモン酒、評定は 3.8 ポイントです。3ヶ月目の水レモン酒、生の水レモンらしい、ボンタン飴に少量ヨーグルトを混ぜたような味。これが以前よりも濃く出てきました。結構本物の水レモンの6、7割くらいの濃度が出てきています。紫のパッションフルーツも生の味がそのまま染み出してきましたし、それがパッションフルーツ類の特性なのでしょう。ただ水レモンのもう一つの香りであるラッシュの入浴剤のような風味、これは1ヶ月目と濃さが変わっていないように思います。生の水レモンのラッシュ風味は実物のラッシュの店内の20分の1くらいの濃さでしたが、水レモン酒の中ではその半分の40分の1くらいに感じます。水レモンに特徴的な入浴剤風味は苦手な方も多いようですが、僕は一つの風味として美味しく感じる口でしたので、果実酒からあまり感じられないのは残念です。つまりは味のほとんどはボンタン飴とヨーグルトの味です。それはまずくはないのですが、格別フルーティーで美味しいというものでもないです。水レモンは種の容積も多くて果肉があまりないためか、グラニュー糖が薄まらず甘ったるく感じる面もあります。紫のパッションフルーツも果肉の少なさは同じですが、酸味が強かったために甘ったるさが抑えられていました。水レモンの酸味の少なさもあだになっている。それでは今日の試飲動画を終わりといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。